今、YouTube の動画回してるんですけど、お声の出演だけっていいですか？オープニングマジっすか？ありがとうございます。宮迫です。いやいや、そんなへこむことないで、そんなに言うたところ、理由も分かってるし内容も分かってるしな、一斉なんかあると叩かれてやな、そんなに対して悪くないのに、それがまあ芸能界のな、なんかルールみたいになってしまってるから、もうほんまこんな厳しい芸能界もうなり手がおらへんで、とか井上公造さんとも喋ってて、そんな浮気したら怒られるとかね、ほんとやな、ネットでなんかみんな名前も名乗らず悪口言ってな。まあ今はそうですね、まあまあそのネットに、ネットの世界に今は僕は救われてるんですけど、僕と絡んでいった人がみんなやめていってるんで。お前がそそのかしいんやろ。ちゃいますよ、そそのかすわけないでしょ。違います。いやでもね、やめれるようになったやな、はい、なんか身近な時が困ったもんやな、ほんまな。昔なんか絶対やめれへんかってんで、なくなった林社長の時に、話行ってやめようかな思って、昔ね。あ、そんな時期あったんですか。サブロ賞は一緒にやめようった時ね。はい、社長やめたら僕はどうなるんですかって言ったら、一生テレビ出れようにしたろって言われて、はっきりと言われたんですね。一生やめてテンションあったら問題ないですかって言ったら、泊まりに行って暴れたろ。面白い返ししますね、社長、当時の。そう、昔な、やめれなかったものは言わなせような、やめれるから。もうあとは、じっきりを感じる会社やったか、感じへんかった会社かという、個人の考え、感じの違いもね。はい、僕は感じております、感じておりますので、なんとかしたいなと今、もがいております。そうそう、でも、はい、いつもと戻った方がええよ。はい、戻ってくれ、やめに。あ、改めて。なんか変な感じで、なんか やめてるからよくないわ。そうですね。はい。いや、だって俺も50歳からやめたくて、せがなって、お前やめたくて、やめたくて。だからまあ、いろいろやめたからもいろいろ声かけてたけど、はい。なんかネット見てたら、復帰を画策してるみたいなの書いてあったんですけども、はい、誰やねん、爆笑やな、もうな。君にも漏れると思ったことがないよな、もうな。勝手なことをいっぱい僕も散々書かれてますので、各テレビ局のプロデューサーに僕が、仕事くださいって電話しまくってるって、この間記者が来て言うてました。そうやろ、もうみんな勝手なことが聞かんねん、はい、俺復帰も来てなんぼやられたら誰がするかっちゅうねんな、お前な。ずっとお会いした時もおっしゃってましたね、絶対ないっていうことは。でだってあんなしんどいこと自分がしててんで、俺ベトナム戦争行ってるよ、みんな激しく戦って、はい、なんか帰ってきてハワイに暮らしてるアメリカ人もっぺんベトナムに行けって話やんか。そんな過酷でした。いやそれぐらい今の平和やわ。俺ほんま変な話だけど、はい、芸能買う時年間340日ぐらい経理してたよ。お知り合いになって長いことを見てますけど、もちろん番組の最中も見てますけど、やっぱり眉間のシワがなくなりましたもんね。そうやね、ほんまでもなんかイライラして腹立ってな、なんか俺は悪かった、今は反省や、みんな悪かった、ほんまに。番組として司令塔やから、こうやってこうなってほしいなと思ってゲーム作ってる時になんか、なかなか自分の思うように動いてくれへん、喋ってくれへん、タレント見てるとだんだん眉間にシワが寄っとったけどね。深いシワありましたもんね、師匠。行列の時、VTR 見てる時、すごい形相で見てらっしゃいましたもんね。いやいや、だからもうみんな申し訳ないもんはな、そんなんね、勝手なものを求めてたなもと悪かったなと、今はもう反省、俺お前大手20人ぐらいに心から謝罪しなあかんわ。いえいえ、何をおっしゃいますか。それよりも感謝してる人間の方が圧倒的に多いですから、それ。宮迫です。